私たちは3月12日以降から子どもたちの頭にたくさんの放射能を浴びせかけられて、今も福島の人たちは苦しんでいるんだ。8月から毎週金曜日、原子力規制委員会の人事案に反対し7週連続で抗議行動に参加している長谷川勝美さん。去年8月、家族とともに福島県郡山市から静岡県富士宮市へと自主避難してきました。静岡への移住を決断した長谷川さんは、郡山で8年間勤めた会社を退職、10ヶ月の準備期間を経て、これまでの経験を生かした福祉施設美しクラブを開業しました。ちっちゃい会社って、まあ、どこもそうなんでしょうけど、本当に何十万かの世界でつながるかどうかみたいな感じでやってるので、まあ、失敗すればそれなりの負債があるということなんですけど、うちもご多分に漏れず、これ失敗したら何もないぞと。福島に今も残っていて、で今でも出たいと思ってるのになぜ出れないのかっていう、これはもういろんな理由があるんですよ。やっぱり圧倒的な理由は経済的に生きていけるかどうかが不安だと、これだと思うんですね。誰もそんなこと期待してないってことも分かるんですけど、僕の中ではこの事業を成功させることは自分自身が生きていく道のっていうこととともに、やっぱり福島から避難した人たちでもこんなに力強く生きてる人たちがいるんだと、やっぱりそれをこんな形もあるんだよと、生きてるよってことを見せてあげたいっていうのもあって、自分が倒れるわけにはいかないと思ってこの事業を頑張ろうと思ってます。もうね、遅くなりました。はい、家族4人、静岡で暮らし始めて1年が経ちました。この日発足した原子力規制委員会のニュースを見つめます。原発事故の教訓を生かせるのか、原子力の安全規制を担う新たな組織が発足しました。失墜してしまった原子力行政に対する信頼をどうやって確保。長谷川さんが規制庁に反対するには理由がありました。院長に就任した田中俊一氏が去年の原子力損害賠償紛争審査会で自主避難者を否定していたのです。原子力、ね、村が入らない規制委員会を作ってもらいたいという気持ちでここまで、本当に家族一丸となって、僕が言ってたっていうことはあるけども、それは家内が送り出してくれなければいけなかったし、この子たちにもやっぱりいろいろ大変な思いさせながら行ってるところだけども、もしかしたらどうにかなるかもしれないってね、まあ、どうにもなんなそうな気はあったんですけど、ただやっぱり今テレビでそういうふうに見ると、まあ、稼働させたいんだろうなっていうのがあって、原発ゼロはどこに行くんだろうっていうのは確かに思って、オーバースターズよくわかんねえからさ、ブルーバスター、しばらく続いていた安定、僕は一番最初にやっぱり避難これはするべきなんじゃないかなと思ってる時に、私は後押しした映像があって、これ5月の23日だったのかな、文科省に今でいう子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの方々が抗議行動で子どもの子たちを守ってくれということで文科省に詰めかけてる報道を見たんですね。子ども20ミリシーベート基準通知を撤回し、あらゆる被爆低減策を国が行ってください。
100ミリシーベルトより小さなあの被爆ではですね、例えばなんかあのガンなどの増加を認められていないというのが現在の科学的な。なんだって、もう一回聞くよ。国がね、20ミリでもいいっていうことを言うからそのままいるんです。福島だって3ミリ浴びてるぞ。もうそうです。なぜこんな危ない場所に数値を限界値を上げて子どもたちを住まわせるのかと、あの今すぐ少なくても子どもや妊婦だけでもここから出す政策を取るべきだという話を聞いて、まさにその通りだと思って、というところがまず第一歩。その後外来カウンターが6月5日に届いて、まあ、ここ今静岡に住んでますけど、静岡、山梨、群馬、栃木、那須塩原過ぎて福島県内に入るともう1以上に1以下に落ちることの方が少ないと、まあ、毎時1マイクロシーベルトパワーズ以下に落ちることが少ないという現実で、家内と何回もその往復してる間に家内がもうこの帰り道が一番嫌だって、なんで子供を連れてこんなに線量の高い方向に帰ってかなくちゃいけないって、もうこれ本当に帰り道が嫌だって言ってたのが、まあそうだなと思ってましたし、そして6月の7日かな、まあ、家内が妊娠3ヶ月だというのが分かって、まあ、その時に、まあ、それはもう最後の決め手だなって感じで、職場離れるのも大変だったんですけど、職場以上にきつかったのは子どもの幼稚園の PTA なんですね。当時引っ越しをする、転校するってことは私の家族ともう2家族だけだったんですね。全校で6、7人いたんですけど 2、3人しかいないと。その中で PTA 会長さんが避難するんですかと、あの担任の先生にはお世話になったのは本当のことって言ったんですけども、実は恥ずかしい話なんですけど、最後まで僕は放射能の危険から子供を守るために遠方に避難しますってことを言えなかったんですね。自分の子供だけ連れて、あとの子供たちは、まあ、このことあのずっと遊んでくれた子供たちは、まあ、それでいいのかというやっぱり自分に対しての問いかけはありましたし、去年の秋から収束宣言なるものをされて、福島のいろんな村が帰還宣言なるものをして、福島は分断されて、逃げた人たちはもう福島に合わせる顔がないと言って戻れなくなり、福島に子供と暮らしている親はお金がないから逃げられないと、そんな苦しい思いをして今も福島の人たちは苦しんでいるんだ。原子力が撤退、人事案撤回、人事案撤回、人事案撤回。今福島に住んでながらここにいることは危ないことなんだと、こんなことやってちゃいけないんだということが、福島の復興を目指せと言ってる人たちから反比例されて総攻撃されることだということを覚悟しながらやるということは非常に大変な作業だということは分かります。なのでそのことが逆に割合比較的辛くなくできるのは出た側の人間だと思ってるんですね。だから出た側の人間で力が残ってる人がやるべきだと思うんですね。僕はもうそこでこの問題には死ぬまで絶対目を背けない問題だって決めたからにはやろうと思ってそこに行ってるという現実があります。ただ出た側の人たちがもっと声を出してくれって話もあるんですけど、これも僕も出た側の人間ですけど非常に苦しい話だなって、それを求めないでやってほしいって僕は同じ出た側の人たちに対して言ってきた人たちに、福島の人たちにもそうじゃない人たちにも気持ちはあります。っていうのはやっぱりあの土地から出ようと思ってなかったのに出て、そして生きていこうと思って仕事を探して
子供を育てて、時々は自分のかみさんがノイローゼ気味になったり、子供が帰りたいって言ってるのを抑えながら、ここで生きていこうと思って前を向くときに、その気持ち的にはそうしたいんだけど、その余力がないっていう気持ちに対して、僕はそれでも頑張れよって言葉はとてもかけられないと思ってるんですね。だから僕は出た人たちがもっと声を上げてほしいって言葉も非常に辛い言葉だと思ってます。各地日差しが戻るでしょう。これさ、お膳さん拭いてくれた。お膳って周辺都県の食堂の穏やかに晴れるところが多いでしょう。よかったよかった、うん、ああいう場で声を上げるって相当勇気が必要だと思うんですけど、まあ、上げられる人は上げることが一番役に立つのかなって思ったら、主人が上げられる人だったかなって感じで、になって帰ってくる姿見ても、うん、あ、よく頑張ってきたなって、来週も頑張ってくださいっていう感じでしたね。うん、つくちゃんどうだ、郡山からさ、うん、来てさ1年経って今どうだい。寂しかった、うん、何が一番寂しかった。うん、友達と離れたのが。そうだな、別れた。幼稚園の友達とな、夏休みでな、うん、さよならだったからな、うん。つくちゃんが幼稚園から出なくちゃいけないっていうのが一番お父さんはきつかったな。あとのことは別に大したことなかったんだよ、うん、だってな、一番いいのはさ、つくちゃんもさこっちに来たけど元気でやってるよって、そしてみんなも向こうで僕たちも大丈夫だったよって、元気だよってね、残ってる人も出た人もさ元気で大人になってさ、大人になんなくてもさ、あんたのがさ一番いいんだ。お父さんは本当にそう思っててさ、その残ってる人たちもさ元気でね、お父さんたちも元気でと、そうなるのが一番よくてさ、いろいろやってんだけどな。うん、うん、やっぱり、うん、郡山に戻りたいと思った。前も言ってたもんな、うん、今も辛いよ今も辛いか。その悲しいなって気持ちがさ分かればさ、分かる子になってもらえばいいなと思って。つくちゃんもな、俺も離れてさ悲しかったさ、でもこれから先もさ、そういう他のことでそういう思いする子はさいるんだからさ、そういう時にあの子も悲しいだろうなーって、引っ越しでして悲しいだろうなーってさ分かるさ、つくちゃんだったらさ言うな。こちらに来ればあの伸び伸び子供たちを遊ばせられるっていうのと、うん、あの食に対してもあっちにいた時ほど気を使わずにね、あの過ごせるっていう、あともう線量を気にしないでお出かけができるっていうことが何よりも、もう向こうだともう極限状態だったので、それがまずああよかったってただ単純に思いましたね。で次に襲ってきた気持ちが、ああ思ってたより辛いなっていうのが、あの確かに出てよかったっては今も思うんですけれども、ある程度覚悟してきっとすごく辛く苦しい日々になるだろうなって、ちょうどあの妊娠中だったので余計あの不安なまま、もっと不安で大変になるっていうことを覚悟してここに来たんですけれども、はあもっと辛かったっていうのはありますね。もう仕事も捨てて、お金も捨てて、地域の関係も捨てて、親戚関係もみんなね全部捨てても、やっぱり子供だけは捨てるのやめようってことでね出てきたから、やっぱり一番あの守るべきものは何なのかってことが自分で見つめ直せたっていうのは、これは本当に財産だなと思いますし、世の中ねあのいろんなことで折れてきて
黙ってきて喋らないで結論無関心でいろんなことを生きてきちゃったけど、やっぱり曲げちゃいけない時には曲げちゃいけないものがあるってことがね、分かったこと、これは分かってたつもりでもそうにやってこなかったから、この2つがね、まあいろんなものをね失いながら、でもとても大事なことに気づかせていただいたと思ってますね。